こんにちは。今日は全道で春の日差しが降り注いでいます。こちら今朝の札幌市内です。雪はすっかりなくなりましたが、ちょうど1ヶ月前の3月2日は車道と歩道の境目が分からなくなるほど雪が積もっていたんです。3月後半かなり暖かくなったことで一気に雪が溶けました。では各地の積雪を見てみましょう。3月最も積雪が多かった3月2日の積雪を見ますと、札幌は79センチ、岩見沢では平年の2倍の195センチありましたが、今日午前11時は札幌、帯広、旭川は0センチです。岩見沢は平年並みに近づいてきました。一方、幌加内では今日も1メートルを超えています。この後も暖かさで雪解け進みますから、雪崩や河川の増水などご注意ください。それでは札幌のこの先の最高気温の予想です。今日は15度まで上がります。明日も暖かい南風が吹いて14度まで上がる予想ですが、日曜日になりますと冷たい北風に変わるためひんやりしそうです。週明けはまた気温が上がる予想となっていますが、木曜日と金曜日は7度止まり、冬服の出番となりますね。春先は急に冬に戻ることがありますから、体調の変化お気をつけください。では今の紋別の様子です。昨日はひんやりでしたが、今日は暖かい日差しが戻っています。午後の天気と最高気温です。昨日変わりやすい天気だった道東も日差したっぷりです。夕方からは雲の広がる時間もありますが、天気を崩す雲ではありません。最高気温はオホーツク海側で昨日より5度以上高く、網走は13度の予想です。一方、太平洋側では一桁止まりのところもありそうです。では今の函館の様子ご覧いただきながら週間天気です。明日の午後になると日本海側では傘マークのないところも雨の降る可能性があります。日曜日、函館の雨は未明まで、次第に晴れ間の戻るところもありますが、ひんやり感じそうです。週明けは春の日差しです。ただ木曜日からは季節逆戻りです。